あの競争とはどういうことか皆さん分かりますか？競争とはなぜ競争が起きるかと、ね、競争とは何か、同じお客様の奪い合い、ね、こう取り合い、同じお客様を取り合ったら競争です。ということはどういうことかと、ね、同じお客様の奪い合いが競争だから、客単価の同じ、ね、客単価、同じレストラン、ライバル、客単価同じだったら全てライバルね。